五国法輪寺と五国法輪寺は、中華人民共和国両寧省信用志向、シュートメク北東街道にある、チベット仏教寺院。俗称は北東。両寧省の昇級文物保護単位に指定されている。新の巣徳年間、本体寺は、西京の周辺東に、長光寺、西に、円寿寺、南に光寺寺、北に、法輪寺の四つのラマ教寺院を混流した。 そして、各々に白い塔を建てたため、それぞれ、塔塔、斎塔、南塔、北塔と呼ばれ、4四塔と称された。本尊はそれぞれ異なるが、ガランの配置などはほぼ一緒である。そして、現在解放されているのは、北塔と斎塔だけで、最も完全な形で残っているのが法輪寺である。2002年7月、両年召集協局に批准し、正式に、 宗教活動の場となり、四川省関税チベット族自治州離島県各われ、陳出身の朝鮮春夏家寺の第93代宗持ち夏陣なきりが宗持ちとして就任した。彼は10時になった後、定期的に放映の開催や他所の経典が出版されるなど、精力的な活動を見せている。見どころは北東以外にチベット密教芸術の展示のほか 信用地区の信頼末期や中華民国時代の石踏みを集めた信用避林がある。ありがとうございます。